戦闘部隊を配置。補給、下に進む。友軍部隊を配置、敵を撃破に変更。行動ポイント余り1でターン終了。友軍部隊と位置を交代。補給。ここに敵がいる時もあるので、配置を元に戻す。戦闘部隊は、このように敵を殲滅します。最終の敵を倒します。ボスのマンティコアがいる場合は、そのまま進み撃破。いない場合は、マップ左側にいます。友軍部隊が、ここの飛行場を占拠した場合は、行動ポイントが余っているので、タミーを配置できます。敵の行動がランダムになっているので、その時々によって、友軍部隊の動きが変化しますが、余裕を持って敵を殲滅できると思います。ダミー部隊を配置、補給。マンティコアを倒していない場合は、同じようにマップ左を探します。これで S ランククリアです。ご視聴ありがとうございました。